今日は小麦ちゃんの撮影、とある写真の撮影に来ました。ここ座ってみてよ。ここ見て、ここ座って、ここ座って、今日はみんなでお出かけしてきたんですけど、ハチくんは GU でね、服を新しく買ってきて、私も久しぶりに GU とサマンサモスモスで一目惚れした服があったので買ってきました。こちら、このバッグが GU で990円だったやつ。めっちゃ大容量で、ちょっともう入ってるんだけど、これを新しく購入しました。こっちがサマンサモスモスで買ってきた服なんですけど、価格が4000円くらいだったと思います。この襟がね、好きなの。でサマンサモスモスです、はい、でシフォン袖っていうかな、ちょっと透け感のある涼しげなやつで、サイドがこうやってね、畳んでしまってて可愛いと思って一目惚れです。久々に服買った、嬉しい。はい、今日のお買い物でした。で、お花届いた。サブスクリプションの花届いた。可愛い。ちょっとワクワクしてた。そう、今日届くの知ってたから花瓶をね、3コインズで買ってきました。じゃーん、じゃーん。あ、栄養剤。今週の花、リンドン。割れちゃうから。カーネーション、スターチだって。かわいいね、夏っぽいね。かわいいね。開けます。わら。かわいい。涼しげだね。涼しげな。え、絶対合うじゃん。合うね。うん。白かった。かわいい、ね、なんか葉っぱのその広がり方がちょうどいい。整えてあるんだよね、うん、これがカーネーションだよね。これラベンダーじゃないかな、違うかな、似てるだけ、うん、かわいい、いいね。なんかお花のサブスクってさ、うん、知ってたけど、やっぱこうやって成果が届くってなんかワクワクする、ね、楽しみだし、お店の人チョイスっていうのが結構いいよね。お花のサブスクリプションはこのルーミーという会社のサブスクです。今回はタイアップでね、動画を回しているんですが、うん、これからね、ずっとご紹介していきたいと思います。だからさ、1ヶ月持つようにちょっと早めのやつを送ってくれてるんだね、うん、あ、そういうこと。サブスクリプションのルーミーのお花でした。